皆さんこんにちは、文部科学省の柿田でございます。未来の博士フェス2023の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まず博士号の取得を目指して日夜研究に邁進されている全国の大学院生の皆さん、博士号を持って実社会で活躍されている皆様、博士を応援してくださる産業界はじめ各界の皆様、本日はご参加いただき誠にありがとうございます。この度文部科学省として初の試みといたしまして、科学技術振興機構 JST との共催により社会全体で博士を応援し盛り上げるイベントを開催することができました。フェスという名をですね、関するイベント、これも文部科学省としての今初めてのことではないかと考えております。そして本日はご来賓として参議院議員の有村治子先生をお迎えして開催することができました。有村先生は日頃から国会等の場において博士の活躍促進について取り上げていただくなど力強く応援してくださっています。厚く御礼を申し上げます。この後先生から博士を目指す学生さんたちに向けて直接エネルギーあふれる温かい応援と期待を込めたスピーチがいただけると思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて博士の数は国の GDP と相関関係があると言われるほど、博士人材は社会の発展に欠かせない存在となっています。今サイエンスの進化によって世界あるいは地域レベルでさまざまな課題の解決が進んでいます。例えばサイエンスをベースとしたスタートアップによる課題解決、こういった事例もたくさん生まれる時代になりました。そのような現場でも博士人材が目覚ましく活躍をしています。博士とはどのような人材なのか、それは自ら課題を発見し設定し、その解決に向けて仮説を立て検証を繰り返し、その一連のプロセスを経て新たな知を創造し、その成果を論文にするという、私はこれは一つのプロジェクトだと思っておりますが、それを成し遂げた人材であり、またそのようないわば訓練を受けた証が博士号であると言えるのではないでしょうか。そしてその強みは学術界はもとより産業界、さらには行政機関や国際機関など広く社会で必要されるものであると確信いたしますし、それがいわばグローバルスタンダードであると考えております。このような博士人材がより一層社会の各分野のリーダーとして活躍していくことができるよう、文部科学省では近年博士後期課程学生への経済的支援を進める施策を強化しております。日夜財政当局との間で来年度、そしてその先の予算の確保に向けてしっかりとした議論を毎日重ねております。合わせてこの施策を通じて各大学において博士課程修了者のキャリアパス拡大に向けた取り組みが進められておりまして、学術界、産業界、観光庁、企業、スタートアップ、多様なキャリアパスが実現をしております。本日のイベントを契機にオンラインを含めた参加者の皆様には幅広いフィールドでの博士のさらなる活躍の可能性を感じていただきたいと思います。そして博士が輝き、博士が主役のイノベーティブな未来の実現に向けて、博士人材の奮闘はもとより社会全体の理解と取り組みが進むことを念願するとともに、文部科学省としても関連施策の強化に努めてまいります。最後になりますが、本イベントの開催にご尽力いただきました関係の皆様に対しまして、心
心より御礼を申し上げますとともに、博士号取得を志す学生の皆さんの明るい未来と、社会で活躍する博士の皆様、そして博士を応援してくださる各界の皆様のご発展を記念いたしまして、私の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。柿田局長、ありがとうございました。どうぞご登壇ください。